手加減はできませんよ。さあ行くぞマンコ。月光カラー。ショック。なんだったんだ？なんだったんだ今の。マジレンガさん。メッサン、グランシャリア、ゲズガ、交渉力、レンガさん、マジンケン、白金の降臨ここへ、エンジェルリンゴ、邪悪なるコンタク、光の禊にてメッサン、グランシャリオ、ハッ、山地、惚れ惚れする動きね。チリサダムか。ランゲージ、つばめ、ふん、白金の降臨ここへ、エンジェルリング。行きます。グランシャリア。ラピード。しっぽですか。ラピード今のかっこよかったな。めいめい。お、気合入ってるね。さっきの技すごかったもんね。ズビビビアタックって感じ？カロル君よ、そりゃないよ。どっちかっつうと、ヒギ一気火星斬りって感じでしょうが。そんなおっさん臭い名前ダメだよ。はぁ、あ、名前におっさん臭いもないでしょうよ。わぁ、もううっさい。そんなの切るんだから、ザンとかでいいでしょう。わぁ、はい、決定。ザン、ザンなのあれ、ザン。え、マジザン、マジ、マジでザン。ちょ、また使えるようになったらもう一回試すよ。はい、てなわけでテイルズ・オブ・ヴェスペリアやっていきたいと思います。カニさんは知らない。とりあえずこのザウデ・フラク宮のね探索をやっていくわけですよ。敵さんスルーしていくと困ることになるのは俺なんだ。分かってんだ。何が出るかな。レモン組か。さあ、新しいダンジョンで新しい敵さんなわけだから、どんどん戦わなきゃ。素材を集めよう。こっち側には何かありますか。負けるわけにはいかねえ。パイン組、ちょっと待ってよ。パイン組だったら使う。パイン組、オッケー。スイ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 、上に行くよ。あ、強そうな。まだ手加減はできませんよ。その名はパーフェクトマーダー。すごい強い。神聖な勝利の合図、行きます。どうぞ。はい、頑張ったわね。どんどん強くなるわね。新しい力だ。入れる。上に行くか奥に行くか。とりあえず奥だな。こんな意味深な扉。おい、手加減はできませんよ。あれ、こいつら、あー、え、このシリーズがいるってことはなんだ。リヴァイアさんの爪が絡んでる。いるよ、シバンの剣族ミストラルソウル。あれ、マジか。剣術がここへ。ザン。おー、いいね、ラピード。白くてもまだまだいけるね。電撃戦。ちっちゃいこのラピード。天月戦。新人剣。新月レッツ。それ。さらに。
タッ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 突き進んだらあれそのままボスの香りがしたんだよな。あ、よかったよかった、こっちがいて正解だったっぽいな。レアプレート OK。 上に行く。あー、無人ロハ総流連が聖なる活力、無人ロハロハ総流連が聖熱陣そうだ、風神ロハ仕留め、相手が悪かったね。オッケー、外出れるね。とりあえずそこの宝箱取り行きたい。あー、一緒にやり合うな、これは。まあいい、やってやるよ。なんてかった、全部ぶっ飛ばす、飛ばしていきますか。ロリューレンガ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 ロリュープロテクター。それじゃあ外側に行ってみる。外側に、こっちなんかあるかなと。ああ、なるほどね。内側に行ったらまずいですよ。じゃあ、あの扉の中に行くぞ。危ない。あー、怒らせた。強さの秘訣は秘密。まだまだ精進が必要だ。相変わらず硬い。さあ、もうちょっとだよ。目の前の敵に。あ、知らんやつがいる。集中を。あ、るじゃん。エンジェルリング。知らぬ魔法エンジェルリング。エンジェルリング。出てきないんだよな。壁に持ってけば。ゲージが。風神ロー。熱帯昇波。熱帯昇波からの出てきるんだよ。風神ロが熱帯昇波からのっていうのができる。マシンワルツ。ローだ。はい。マ
シング。それ、ね、風神の熱帯消波キネルボーどーん、すげえ。ゲッツゴー、気を引き締めていこう。よし、じゃあセーブして行くぞ。何が待ってるかな。さあアレクセイ、出てきやがれよとか言ってるけど、なんとなく予想はついてんだよ。リヴァイアスの爪よ、綺麗。本当は武器の中とは思えないよね。カロル待って。え、なになに。出てこいよ、かくれんぼって年でもねえだろ。出てこいよ、出てこいよ。ブラーボブラーボブラーボ。あーエクセレント、研ぎ澄まされた勘と野生の嗅覚、実にエクセレント。出やがったな、家が。家が今度は何、アレクセイの居場所でも教えてくれるの。イエス、教えて差し上げます。ヘルへの生き方をね。いやー、行くのはあんただ。あー、結構危ないもの持ってる。ここに来てどういう風の吹き回しよ。いや、そうだよ。ファーガットン、元よりミーとユーたちは敵同士、いつかはこうなるデスティニー。デスティニー、また罠なんじゃ。てめえの言う通りだ、俺たちは敵同士。いいぜ、蹴りつけてやる。グッドアンサー、カモン。結構ガチの目してるね。一対一か。あの二人はどうした。曲が違う。これは気引き締めてわからないぞ。悲しいですよ。23万。エターニティ、フレンドなんて無理です。ギルドがギルド、ちゃんとつながれば世界の人々はもっと幸せになれます。それこそファンタジーってもんですよ。そうだな、決着はつける。我がアタックのシンフォニー聞きなさい。ガンジャー、早くかー。これだ、ギエン、レンジャーガー。寝てらんない。闇に噛む。寝てらんない。飲みそぎにて飛ばしていきますか。無事の聞かねえなった。聞かねえなった。いでよ、疾風の神か。少女あれ、ちょっと待ってよ。もしかしてスペシャル装備し、装備ってなんだ、スペ装備してないか。アウト。やばい。だったらちゃんとターン制にしようぜ。ウェイクアップ。ソウリューレンガ、まだまだいけるわ。あら、それはちょっと早くよ。ここ風神の世界、ダンスエイド。普通に攻撃中にやってくるからこれは手強いよ。やっぱりみんなでいっぱいあるんだ。風神の熱帯消波、ヤマンボーイ。ここまで聞かねえなった。ダダリバック聞かねえなった。やば、聞かれ
しまったな、イエーガーが相手になったな。ちゃんとおっさんを戦闘に出したかったな。何なかなかやりますね。かくなる上はミーのトゥルーパワー。トゥルーパワー今までも十分強かったよ。何あれ、お前もまさかそのそんなこけ落としがどうした。あ、別に心臓じゃない。あれもヘルメス式。ヘルメス式はやばいな、壊さないと。ヘルメス式はやばい。しょうがねえ。な、同情はしねえ。これをルックした人はディープなアビスへプリーズよ。嫌なこった。さっさと負けてリバースなさい。でなければここでデッドよ。地獄を見るのはそっちだぜ。ユーたちとの場だ。我が心のレジェンドとなるでしょう。無人のハーフステーション死を先行。やばい、オーバーリミッツが来たよ。起用日の可能性が十分にあるからな。でもお前あれだね、やっぱ心臓系だよね、それね。聞いたわ。あ、わずらいのね、しげさに。何、ああ、わお、カーレスオブカース。くわ、これは厳しい。てかね、ディスペルをさ、全員版なかったっけ。ディスペルで、なんだっけ、その今の状態以上止めるのはシールボトル。当たってないって。僕としたことが、次は海のターン。集中よ。ドーン。次は2のターン。カモンボーイ。もうちょいうまく使いたいもんだけどね。勝ったけどかわいそう。スプラッシュボール。もっと上行けるだろう。あら嬉しい。一気に上がったな。ナイスファイト。柄じゃねえんだけど、ドンの仇取らせてもらうわ。油断しちゃダメ。まだなんか隠してるかもしれないわ。ノン。もう何もありません。最後、そう、最後です。最後なのか。その胸、あなたもアレクセイに。さあどうでしょう。ネバーマインド。ごまかすね。どうして、なぜ一人で戦ったんです。そうだ、いつもあの二人は仲間も何の用意もなしに。グッバイ。待て、アレクセイはどこにいる。奴は何をしようとしている。もう勝手に死ぬんじゃねえよ。なんで
リヴァイアさんの爪、哀れな末路じゃ。あっ、なあおまんら、二人とも泣いてた。何よ、何だって言うのよ。ひどい人だったけど、この人ももしかしたら。打倒アレクセイ。アレクセイ、あなたがエステリーゼ様や主番隊長にしたこと、僕は許せない。でもあなたの理想が全て嘘だったとも思えない。せめて戦う前になぜこうなったのか僕は知りたい。難しそうな顔をしてピリピリムードになっとると魚が逃げてしまうぞ。すまない。アレクセイと決着をつけるんだと思うとつい気を張ってしまってね。まあその気持ちはわかるのじゃ。うちもアレクセイとはケリをつけたいからね。みんな同じ気持ちなんだね。でもまだアレクセイは目の前にいないのじゃ。今はとりあえずおでんを食べて落ち着け。そうだね。フレも食うか。うちのおでんは特製じゃぞ。ありがたくいただくよ。いいな、なんかこの二人もなかなかいいな、などと思いながら次回打倒アレクセイしたいと思います。それではありがとうございました。